皆さんこんにちは、ダンクマヨシです。というわけで今回の話は、自分が日本に帰ってきてから苦労しているその洗礼の話、そしてそれは一体全体何なのかというと、運転免許証。知っての通り、自分は17歳の時にアメリカに行って、そのまま17年間過ごした後に最近帰ってきたばかりなんですけど、そんな中もちろん、その銀行口座をオープンして、あとはその保険もね、準備して、そして今まさしく日本でもちゃんと運転したいから、そのいわゆる運転免許証を取ろうとしているわけです。そしてダンクマンの運転経歴としては、その自分が留学した2005年、高校3年生の時にその免許証を取って、かれこれずっと運転してるから、もう17年間ですよね。だから、今回はそのアメリカの免許をその日本に切り替えるっていうやり方で、その日本の免許証をね、取ろうとしてるわけなんですけど、まあそのやり方としては、アメリカの免許証をそのちゃんとした機関で翻訳してもらって、それを持ってその免許証を出してくれる自動車学校に行くんですけど、まずはそこで筆記テスト。でもこれはぶっちゃけめちゃめちゃ簡単で、その10問くらいなんですけど、超シンプルな問題ばかりで、しかも 70% 以上で合格だから、もうこれは余裕で合格ですが、問題はその後のスキルテスト、その実際の運転のテストですね。でもこれに関しては、当時はもう余裕で一発合格すると、そういったノリだったんですけど、まさかの不合格。でもその時にちょっと実はいろいろあって、筆記テストの時に試験官が、ねえねえダンクマン、ダンクマンじゃない、ねえねえヨシさん、靴をちゃんと履いてないとテストはできないと。そう、ダンクマンはその時サンダルみたいなやつを履いて試験に行ってたんですけど、どうやら日本の交通ルールではサンダルを履いて運転はできないと。そしてそれの意図もちゃんとわかりますよ。サンダルだったらちょっと滑りやすいし、脱げやすいし、だから危ないみたいな。でもアメリカではこうやってサンダルを履いていたら運転をできないとか、そういったルールは全くなくて、自分はほとんどサンダルで運転していたし、周りでもそういう人はたくさんいたし、しかも自分が履いていたのがそのリカバリーサンダルって言って、そのね、体を休めるためのサンダルみたいな感じで、滑りはしっかり効くし、もちろん脱げにくいし、そのクッションもあるみたいな。だから自分はそれを履きながらアメリカで運転することによって、何もその違和感というか不都合をね、感じなかったから、まあ日本でもね、大丈夫かなと、そんな感じで行ったんですけど、まさかの事実をそこで知らされると。だから自分はそのサンダルを履いていたから、実際のスキルテスト、運転テストができないと言われたんですけど、いやいや、もうテストのお金も何千円って払ってて、しかもその自分が住んでいる博多っていうところから飯塚っていう試験場まで1時間以上かけて行っていたから、どうにかならないかと、その靴を貸し出してくれるとか、そういったシステムはないのかと聞いたんですけど、もちろんそういうのもあるはずなくて、だったらその近くのスーパーマーケットまで行って靴を買ってきなさいと、それを買ってきたら受けてもいいと。ということで、すぐそのもうネットで調べて近くのスーパーマーケットを見つけたんですけど、田舎だからまた結構歩かなきゃいけなくて、その炎天下の中ね、歩いてって靴をゲットして、また戻ってきて、もう結構疲れてるわけですよ。その中でテストを受けて、しかも生まれて初めてのその右ハンドルで左車線だったから、もうパニックってしまって、もう最初の試験を失敗したことに関しては完全にそこでしたね。右ハンドル左車線が本当に斬新すぎた。だからそういったこともあって、その左折で大きく回りすぎたり、あとはその方向指示器、右に曲がったり左に曲がったりするサインを出すね、あれの仕方もちょっとわからなくて、わーってパニックったりしてたら、その停車線っていうんですかね、あの白い線、信号の前に引いてあるあの線をちょっと越してしまって、それでまた減点食らったり、まあそういったことが重なって1回目は落ちたんですけど、まあこれは納得ですよ。これは自分が右ハンドルや左車線に慣れてなかったから当然だと。もっとそこを意識しなければいけないっていうことで、あとはもちろんそのサンダルがダメだっていうことも学んだし、そんな感じで自分もしっかりと納得して次のテストを受けることになったんですけど、なんとその日から次のテストを受けれるまで4週間近くかかると。もう本当に最近その福岡では外国人がかなり増えてきてるみたいで、免許を取ろうとしてる外国人も本当に多いみたいですね。でもまあ何にせよ、そこでしっかりと学んで、また家に帰って、で、そのね、間違えたところ、そのダメだったところを復習して、しっかりとイメージトレーニングをして、早4週間が過ぎて、2回目のテスト。さすがにこの2回目はね、自分も受かると思っていたんですけど、まさかのここでも不合格。そして、その時に試験官から言われたことが、ここはアメリカではないんだよと。まあだから要は自分が要所要所でスピードを出しすぎてると、そういう風に言われて、やはりその日本ではアメリカとは違って、その道路で自転車が一緒に行っているパターンもたくさんあるから、車
の方もしっかりとそのゆっくりと行きながら注意を払わないともう事故につながるから超危ないっていうことで、自分もそれを言われて、あ、確かになと、その辺も全然意識してなくて、あ、確かに自転車を乗ってる人のこととか全く考えてなかったと。だからそういったことを考えていると自然にもっとスピードも遅くなっていくし、周りにも注意を払っていくと思うんですけど、まだ自分は今回それができてなかったから今回落ちたとしっかり納得して、そしてまたこれから4週間後ぐらいにねテストを受けるんですけど、自分はこれはすごくいいことだと思ってて、っていうのはもしも自分がこんな風に不合格になることなく最初からね一発で合格して免許をもらっていたら、おそらくそういった細かいね曲がり角だとかその徐行するポイントだとか自転車のことだとかスピードに関してほとんど考えてなかったと思うんで、やはりそういったアメリカの道路とは違うところを意識するためにね素晴らしい機会になったと思うから、本当にこれらの不合格に関しては落ちるべくして落ちたとそう思ってます。はい、というわけで今回はダンクマンが日本に来てから受けている洗礼というテーマで話していったんですけど、今後また正式にこのドライバーズライセンス運転免許証をゲットすることができたら何らかの形で皆さんにも報告していきたいと思ってます。皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。はい、ってな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。